よく私たちはこの献身、身を委ねると、いうようなことでよく言われておりますけれども、献身的であると言われていますけれども、その献身という意味がわからない人が非常に多いということでございますね。我々の身体というのは、身は何に委ねればいいかわからない。で、この体をどこに委ねてばいいかというと、すなわちこの自我という身体を、この真我、神に委ねると。神に委ねるということは、真我に委ねるということでございますね。すなわちこの体を作り主である生命に委ねて使っていただく。そしてこの肉体をこの生命に委ねたとき、そして生命はこの肉体を通して権限されるわけですね。で、これが真が権限なんです。じゃあ私たちは本当に献身的かというと、そうじゃないんですね。献身的と言ったら、大概の人はこの自我に、自分の自我を自我に使えるもんだと思って、いやボランティア活動だ、何活動だと走って回るわけですね。で、自我が自我に使えては何にもならないんです。だからイエス様はこの世の何者にも頭を下げてはならないと言ったんですね。で、普通この世で五感的な献身というのは、この肉体を五感的な人間に使っていただくと。身体を持ったものに使っていただくと。もののために走り回る。それを普通今、ボランティア活動と言ってるわけですね。本当の意味のボランティアというものは、私たちのこの身体を、作られたものを作り主に捧げて、そしてお返しすることですね。これを奉納とも言いますね。奉納で、自分の肉体を作り主である生命にお返しして、そして作り主がちゃんとこの肉体というものを通して権限できるように、自分の身を神に捧げる、自我を真我に捧げて、神我が思い切ってこの自我というものを通して働いてもらう。すなわち外なるものを内なるものに捧げてしまうということですね。これが本当の意味においての献身的だということになります。だから我が身を神に委ねますと、天のなせるがごとくこの地にもならせたまえと。天というものはすなわち神我ですから、真我がこの地であるこの肉体を通して現れますようにと、神のご意志がこの地で行われますようにとか、というようなことで、この作られたものが作り主にお返しになった時、私たちはこの肉体を生贄と言いまして、生きたままこの身体を神に捧げるということですね。で、これが創世記に出てくる羊を殺して生贄にするとか、というようなことじゃないんですね。で、我々の本当のこの肉体というのは自分のものだと皆さん考えておりますけれども、誰のものでしょうか。神のものなんですね。神のものであって、神が作って神のものですから、それを神にお返しするのは当たり前のことじゃなかろうかと思いますね。あなたの肉体は誰が作ったんですか。神が作ったわけですね。だからこの世の中に神のもの以外に何もないんですね。神以外のもの何もないんです。あなたがいくらこれを私のもの私のものと思っている、持っている財産も全て神のものです。身も心も神に捧げなくちゃなりませんね。まあ、そういう意味において、我々は本当の献身的になるためには、この肉体とは誰が作ったんだろうか。ああ、神様がお作りになった。そうすると、この肉体というのは神様のものなんだ。自分のものだと思っていたのは、盗みの罪を犯していたんだということ。だから汝盗むなかれなんですけども、私たちは盗みの罪を犯すんですね。自分のものでもないのに自分のものだという錯覚を起こしてしまうわけです。これを盗みの罪と、汝盗むなかれなんですけれども、自分のものでもないのに自分のものだ